皆さんこんこにちは海こと買取プロシューカード金子でございます、えーまあ、美術品の買い取り、えー、いつもご案内させていただいておりますけれども、えーまあ明日から、あのー、ゴールデンウィークということで、まあ、長期休暇、えーまあ、久しぶりの,です、ね、そのコロナあの規制のないゴールデンウィーク連休に入っていくわけですけれども、まあ、そんなところで,です、ね、あのまあご実家に帰って、 しばらく整理をしていなかった納屋、まあ、ですとか、難度なんかを整理するときに、いろいろなものが出てくる場合があると思うんですけれども、まあ、そういったときもです、ね、ぜひ、えー、と道具類ですとか美術品、えー、ございましたら、私どもにご相談いただけたらと思っております。 えー、もう一度、まあ、ご案内しておきますと、私ども絵画骨董買い取りプロでは、えー、絵画はもちろんですけれども、えー、こういった茶道具ですね、であと今日も、えー、実は奈良岡さんと同行して行ってきましたけれども、ジュエリー、えー、宝飾もですね、あのー、力を入れて今やっております。えー、ですからこういった、あのー、宝石類、ジュエリーもあればですねぜひこれも、えー、きちっと査定してご返事させていただきます。であと刀剣 えー、それと甲冑、えー、武具の甲冑ですとかねであとアンティーク、えー、浮世絵、えー、あとまあ古銭、まあ、古銭もですねあの、まあ、メダルとかそういったものも、まあんまりこう最近はあのー、流行りが少ないので、えー、なかなか値段のつくるもの厳しくなってきてますけどもそれでもまあ古銭今日も買い取りしましたけども古銭とか古い紙幣 株式の証書ですとかね、そういったものも、まあ、資料的な価値も含めて、えー、きちっと評価をしております。まあ、いったことで、ですね、あのー、私ども、えー、ゴールデンウィーク中は、ほぼ暦み通り、えー、5月の2日はちょっと平日なんですけど、お休みをいただきます。であと祝日は、すいません、お休みをいただきますけれども、えー、ゴールデンウィークが明けましたら、あのー、またあ整理したものを一度見てほしいとか、ですねそういったご依頼にも積極的にお答えしておりますので、ぜひお問い合わせをいただきたいと思います。 絵画コット買い取りプロではゴールデンウィークに整理された美術品。 ゴールデンウィーク明け5月の2週目からですねもうあのご予約いただいている方もいらっしゃるんですけども、えー、強化してゴールデンウィーク明け整理生徒のお手伝いさせていただきますゴールデンウィーク中に整理したお品はですねぜひこちらフリーダイヤルあるいは LINE でこの QR コードを携帯電話で読み取っていただいて LINE で送っていただくかもしくはですねあのメールも24時間受け付けておりますのでそういったところでまずご連絡をいただきたいと思います ぜひゴールデンウィーク整理されたものを当社までご依頼いただきますように皆様のご依頼お待ちしております。